いや、マウスカーソルでかどうも皆さんこんばんは。今回はね、呪われた迷路を解くホラーゲームをやっていこうと思うんだけど、なんかさ、昔さ、フラッシュゲームかなんかでさ、あったよね。なんかこう、マウスカーソルを動かして迷路を解いてって、で、途中まで行ったらなんか怖い画像と怖い音が流れてびっくりするみたいな、多分あれみたいな感じの、まあホラーゲームで、まあ多分ああいう脅かし要素はないと思うんだけど、まあ今回はそんな感じの迷路のホラーゲーム、メイズやっていくか。早速スタート。いや、楽しみだね。なんかクリック音が、このパソコンのクリック音、すげえ古いパソコンのクリック音だな。おおスケスケの扉が開いた。ウェルカムトゥーザメイズ。あ、どうもこんばんは。なんかいいな、メイズランナーみたいで。あ、こっからエンターと。はいはい、このパターンだね。これを動かして、この黒の部分に当たっちゃダメなんだね。で、ゴールまで行くと。はい、このパターンで、ね、楽勝。俺結構こういうの得意だよ。エンター。うわ、なんか右側気になるなぁ。あの窓。なんか映るパターンなんじゃないの？うわ。ちゃんと右でなんかマウス動かしてない？手が。クリックしてる。かわいい、なんか。人がクリックしてる姿ってこんなかわいいんだ。てか、ま、さ、パソコンやるときは電気つけな。目悪くなるよ。一番怖えよ、それが。目悪くなるのが一番怖いから。目と歯は大切にしな。あ、びっくりした！当たってないよな、今。当たったかと思ったわ。いや、別にホラー展開にびっくりしたわけじゃなくて、当たったかどうかにびっくりした。こんなところで当たったら恥ずかしすぎて、もうゲーム実況者やめようかなって思って。ああいうアロン。あなたは一人ですかって。おいおいおい。おいおいおい、なんだこの精神を、精神を揺さぶってくるような質問は。ノーだ。俺は一人じゃない。いや、待て。俺は今一人で実況を撮っている。イエスだ。イエスだ。何今の一瞬ちょっと拒んだよな。違うだろうみたいな。エンター。はい、ちょっと難易度上がってきたね。なんかね、これね、マウスカーソルがでかすぎてさ、当たってしまいそうになるわ。でも、問題ない。なんだ？右なんか窓映ったよな、今。手みたいなんが。これ何を目指してんの？めっちゃ階段下ってるけど。こけるぞ、そんなスピードで階段降りたら。さあ、落ち着いて、これ、横移動は全然簡単と。なんだ？あー、戻んのか。落ち着いて戻る。これ、左行く人いないよね。右、このまま行ってまっすぐ左と。かわいいな、このクリックが。クリック超かわいいんだよな、エンター。はい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 。ん？左なんだ？左、右がゴールだけど、これ左、なんだ？ひっくり返る？ひっくり返るじゃないわ。後ろ振り返るだ。ひっくり返ったらやべえわ。はい。後ろ振り返ってみよう。おー、怖いね。電気つけて。なんかこれ来るパターンだろ、絶対。後ろに。てか来てんじゃないの、もう。なんだ、この難しそうなところは。え、これどうやっていくの？こう言って？こう言って？あー！いや、黒に当たってるように見えるけどね。待てよ。このまま、こっから、ここ。俺待って、ノーミスできてない？ここまで。俺マジ得意すぎない？このゲーム。これで仕事になりますかね？これでご飯食べてる。いやそう言ってたらもうダメなんだよ。うん、仕事にできる人はね、今のところでもミスらない人だからな。今のとこミスんなかったら俺ほんとに仕事にしてたのにな。くそー、悔しいわ。で、これこっち行くと。オッケー。あ、なんか来たぞ、今ノックの音が。来てるぞ、主人公。なんでお前この迷路にそんな集中できんの？これ集中しすぎて聞こえてないってことだよね。絶対おかしいって。あー、これ鍵取るパターンか。うえー、普通にミスった。うわー！うわー！集中力切れてきた！待って、俺さ、始まって5分足らずで集中力切れようとしてんだけど、俺学生時代のテストどうしてたの、ほんとに。5分で集中力切れてるけど。待って、これさ、絶対俺右側さ、罠だと思うんだよね。こんな簡単な道あるわけない。元来た道を変えろ。さすがのゲーム実況者力。ここは。落ち着いていこう。さあ、落ち着いて。はい、帰ってこれた。絶対ここ通れないからね。まあ、一応俺はゲーム実況者だから確認しとくけどね。あ、取れたわ、普通に。普通に取れました。はい。空回ってんな。一番迷走してるのは俺の実況だな、今日。なんだこれ。あー、そのパターンか。はい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 。
落ち着いていく。さっきだ。いいよ。落ち着いてる。なんだ？扉開いた音したぞ、今。お母さん来た？親フラか？あんた夜まで迷路してる場合じゃないわよ、タカシみたいな。きっとタカシだ、この主人公の名前は。だいたいこういう主人公の名前タカシだから。さあ、タカシは迷路、多い。なんか入ってきたぞ、絶対人が。大丈夫なんか？うわ、これ後振り返れる。振り返ろう。お母さんを確認しよう。なんか揺れてんな。誰か入ってきたのは確定だね。なるほど。恐ろしいな、タカシ。タカシ、お前なんで気づいてないんだ？お前なんでこんな迷路にこんな集中できんだ、ほんとに。これなんだこれ、うん、どういうパターンこれ。あ、伸びてって。あ、待って、え、待って、わ、まじか。そのパターンね。乗らなきゃいけないんだ、あの船に。伸びていくから、伸びた船に乗って、うわ、これ結構難しい。うわ、難しい。なんだ ?CU? ん？あなたを見てるみたいな感じ？見られてるらしいわ。とりあえず行こう。なんだそれは。もう下ってない。なんだ今の犬の骨みたいなの。犬が噛む骨みたいなの。なんか真ん中にインナー赤いやつが、あれ何のマークなの一体。お、消えた。消えた消えた。なんだ？なに、なんかちょっと怖い展開来てんな。え、これ俺じゃね？これ俺じゃね？え、だってパソコン画面にカーソル映ってるもんな。俺だ！タカシ！お前が映ってるぞ！どういうことこれ。あ、行けばいいのか。落ち着いて、行く。簡単。急に簡単で怖い。そんな簡単なはずがない。タカシ、なんで気づいてないの？自分が映ってるよ。迷路のゲームしたら自分が背後から映ってるって、もうすごい。なんか生放送系の YouTuber が忍び込んでるよ、後ろに。すげえ怒った方がいいよ。うわ。ちょっと待てよ。結構難しそうだな。落ち着いていこう、でも。大丈夫。いける。集中すればいける。何その難易度の高さ。え、待って。ちょっと待って。あ、待って。このカメラ近づいてきてない。やばい。わかった。これ、急がないと襲われるパターンだ。わかった、俺には。集中します。落ち着いて。待てよ。うわ、やばい！待って、最後めっちゃむずい。大丈夫。無理ー無理ー、後ろ振り返んの無理、さすがにこれ戻れなくないですか。うわちょっと待て。いやー無理、捕まった。今の振り返れるんだ、頑張れば。何今の。でもあれ、まだでも失敗してないのか。なんだ、うわ、なんだ、ちょっと待てよ。どうなったのこれ。あ、振り返れる。なんか撃つのか。うなんもいない。なんかでも襲われたよね、多分。うわあ、手があった。おい、もう来てるぞ、タカシ。お前なんでそんな迷路に夢中なの。ああ、このパターンね。落ち着い、うわ、当たった。普通に当たったな、今。ああ普通に当たる。集中力が切れてきてる。よし、落ち着いてこっち行く。いや、今の悔しいな。これエンディング何個かあんのか。こっちか。はい、早っ。すげえ急いでる。あの、落ちてるの何？ダンベル？あれ何なの？あ、急にゆっくりになった。なんだ？何あれ？あの赤いやつ。ウイルス？コンピュータウイルス？エンター。なんか来てんな。赤いカーソルが。これ捕まっちゃダメなパターンかな？エスケープ。あ、脱出しようとしてんだ、頑張って。逃げよう、逃げよう、早く。うわぁ、すっごい。迷路がなんかこれ雑になってんのか、もうむしろ芸術的なのか、どっちかわかんねえや。多分雑になってますね、ただ。落ち着いていく。よっしゃ、いいよ。でもなんか雷みたいでかっこよさを感じるな、ちょっとだけ。俺こういうかっこよさ好きだな。うわぁ、難しい。声の方がやっぱ難しいな。左回り。あいつも無視してきてるもん、完全に。道とか。あ、来た！切る！うん、うん、うん、なんだ割れた？画面。あ？なに？おぉなんだ今の。なんだこいつ、カメラマンだ、ミスターカメラマンだ、 YouTuber の慣れの果てみたいな。なんだ、コンピューターウイルスなのかな、やっぱり。なんなんだろうこれ。うわ、くっついたカメラが。主人公もカメラマンになっちゃったってことこれ。うわー、これでもバッドエンディングだな、きっと。これバッドエンディングだよね。どうなったの？
恐ろしいほど綺麗だな、外が。ジ・エンド。終わっちゃった。でこれ多分主人公もう死んじゃってるもんね。え、じゃあ、ちょっとあの迷路を、じゃ頑張って振り返るまで頑張ろうか。あれめっちゃ鬼畜だったけど、もうこれもう一回一からやり直してもしかして。この質問さ、ノーって答えたらどうなんだ？ノー。特に何もなかった。うん、やっぱあれなんだな。なんか一人って答えるのにちょっと若干なんかためらうみたいになったのかな。まあ一緒だね、さっきと流れが。さっきの質問で何か変わる感じはしない。あとね、めちゃめちゃね、俺もうね、上手くなってきてる。もう覚えたから。でもあのね、多分ね、細いやつは一回にかけた方がいいね、ゆっくりって。その、焦んない方がいい、ほんとに。これ振り返んなくても別にいけんのか？まあ振り返る必要ないか、特に。さあ、ここまでやってきたぞ。この後だね、ここはいける。多分ね、もうね、ゆっくり一回でほんとに決めた方が絶対いいから、これ。ちょっと一回マジで集中していくわ。ちょっとあんま喋れないかもしれない。喋ることによってね、来るんだよね、手元が。気をつけていこう。絶対戻ってくんのとか考えた時に、喋ってたり、一回で行かないともうほぼ無理だから、落ち着いていこう、ゆっくり。意外と余裕あるから、時間は。大丈夫。いいよ。当たんの今の。ちょっと待てよ、ちょっと急ごう、帰んなきゃいけないわけだから。当たっちゃう、やばい。ダメだな、良くないな。うわ、でもこれ結構ギリなのかもな。時間ない。ちょ、もう一回。さあ、2回目の挑戦行こう。落ち着いていこう、1回にかけよう。戻ってくるんじゃいけないからね、結局。なんか実況してしまうんだよね、ほんとに。気づいたら口が動いている。ああ鍵をかけなければいけないかもしれない、ほんとに。俺が口を閉ざすな、には。動画を撮っていると喋ってしまう。なんですか、これは一体、このゲームは。ここまで最高だな。間に合わんてー、絶対に。うわ、惜しい。惜しい。無理じゃん。何今の。何が出た今。これ無理じゃん。無理なのこれ。あんだけ頑張ったのに。いや、さっきの映像見返したら、プロゲーマーアンロックって。お前はプロゲーマーだって。いらねえよ、そんな称号。